アデルバート・エイムズ、アデルバート・エイムズ、A、アデルバート・エイムズ、1835年10月31日から1933年4月12日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では、北軍の将軍を務め、また米西戦争でも襲撃した。この間に、ミシシッピ州の知事と、同州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた。 1933年に97歳で死んだ時、南北戦争に従軍した将軍として、最後の生き残りだった。エームズはメイン州ロックランドでジェシー・エームズという船長の息子として生まれた。短期間父の船の小船員として働いた後、1861年に陸軍士官学校を卒業したが、これはサムター要塞が、 南軍の手で陥落させられた後のことだった。士官学校の同期45名の中で5番目の成績を取り、第2アメリカ砲兵隊の将尉に任官された。6日後には注意に昇進した。1861年7月、第1次ブルランの戦いの時、右太ももに重傷を負ったが、その大砲から離れることを拒んだ。この後で詳細への名誉昇進を果たしたが、 おそまきながら1893年にブルランでの英雄的行為に対して名誉勲章を受賞した。翌春任務に戻り、半島方面作戦に参戦して、ヨークタウンの包囲戦、ゲインズミルの戦い及びマルバーンヒルの戦いに加わった。ポトマック軍砲兵隊長のヘンリー・ J ・ハント大佐からマルバーンヒルでの功績を称賛され、中尉に名誉昇進された。 エイムズは優秀な砲兵士官になっていたが、昇進しようと思えば、不評隊でのみ可能だということを認識した。エイムズはメイン州に戻って、不評連隊長に任官される、要政治的働きかけを行い、1862年8月20日に、第20メイン志願不評連隊長に任命された。第20メイン志願不評連隊は、メリーランド方面作戦に参戦したが、 アンティータムの戦いでは予備軍に留め置かれたために実戦にはほとど参加しなかった。フレデリックスバーグの戦いではその連隊を率いてメアリーズハイツに対するその日最後の突撃を観光した。1863年5月のチャンセラーズビル方面作戦では第5軍団長ジョージ・ミード少将の副官を志願した。おそらくはこの参謀任務で影響力あるミードの 近くにいたことで、戦闘の2週間後の5月20日に順勝に昇進した。エイムズは、ポタマック軍第11軍団の旅団長となり、第20メイン志願不評連隊は、ジョシュア・チェンバレンに渡すことになったが、チェンバレンはこの連隊を率いて間もないゲティスバーグの戦いで名声を上げた。ゲティスバーグでは、エイムズ自身の功績は、チェンバレンのものに届かなかったが、 難しい状況下で行動した。7月1日の南軍、リチャード・イーウェル中将による大規模攻撃の時、エイムズの属した師団の指揮官、フランシス・シー・バーロー巡将は、第11軍団の他の部隊よりも前にその師団を出して、現在はバーローノールと呼ばれる小高い場所を占めた。この年粒はすぐに攻略されて、バーローは負傷し捕虜になった。エイムズが師団指揮を取って代わり、 ゲティスバーグの街を抜けて、セメタリーヒルまでの撤退を指揮した。戦いの2日目である7月2日、エームズのボロボロになった師団は、イーストセメタリーヒルで、南軍ジュバルアーリー少将の猛攻を受けることになったが、他の部隊の助けもあって、重要な陣地を保つことができた。ある時点では、エームズ自身が白兵戦を戦うことになった。戦闘後、 第20メイン士丸不評連隊の兵士たちは尊敬の印として、その戦闘機をエイズに進呈した。ゲティスバーグの後、エイムズは旅団長に戻されたが、正規軍の大佐に名誉昇進した。その師団は、ジョージ・ヘンリー・ゴードン巡将が指揮を取り、南部方面軍に配点されて、サウスカロライナ州、フロリダ州での任務に携わった。1864年、その師団は、 ベンジャミン・フランクリン・バトラー少将が指揮するジェームズ軍の第10軍団の一部となりバミューダ・ハンドレッド方面作戦とピーターズバーグ包囲戦に参戦した。だいぶ後になるがエームズはバトラーの義理の息子になった。その冬、その師団は第24軍団に配置外となりノースカロライナ州に派遣された。ポトマック軍の任務に続く2年間の間にエームズは 旅団長と師団長の間を行き来したが、二つの機械では軍団にもなった、外して師団長と識別されている。第二次、フィッシャー砦出の戦いでは、第二十四軍団、第二師団を指揮し、手強い海岸要塞に、部隊兵を連れて踏み込み、その参謀たちの大半が、狙撃兵に倒される中で攻略に成功した。エイムズは、この戦闘での功績で、死団兵の少々、 正規軍の順省に名誉昇進した。1868年、a m ズは連邦議会から暫定的ミシシッピ州知事に指名された。その統括範囲は間もなくミシシッピ州とアーカンソー州からなる第五軍事地区に拡張された。この任務にある間、解放奴隷の権利を改善するいくつかの手段を取り、州の歴史では初めて黒人の役職者を指名した。 レコンストラクションに最も従わない形として、州内では白人市場主義者の暴力が横行したが、エイムズの任期中の1869年に一般選挙が行われ、翌年州議会が召集された。ミシシッピ州議会は、州がアメリカ合衆国に再加入を認められた後で、エイムズをアメリカ合衆国上院議員に選出した。エイムズは、 共和党員としてこの職を1870年2月24日から1874年1月10日間続けた。エイムズはワシントン DC でこの時、アメリカ合衆国会議員となっていた元の上官、バトラーの娘、ブランチ・バトラーと出会い、1870年7月20日に結婚した。夫妻にはアデルバート・エイムズ・ジュニアやバトラー・エイムズを含め6人の子供ができた。 上院議員としてのエイムズは、有能な演説家となり、敵対する民主党員ですらその能力を認めるまでなった。上院では、上院登録法案委員会の委員長を務めた。1873年に再度ミシシッピ州知事に選出された時に、その職に就任するために、上院議員を辞職した。1874年に就任する前ですら、民主党支持者から、 かなりの敵意を受けており、1873年12月には、ビックスバーグで暴動が発生し、黒人が圧倒的多数を占める共和党支持者に対する一連の報復がしまだ。1875年の終選挙が近づくと、民主党は黒人に支持された共和党知事を排斥するために武装放棄を計画した。共和党活動家に対する武装攻撃が急増し、 エイムズ知事は連邦政府に救援を依頼したが拒否された。その年の11月、民主党は衆議会両院の多数派となった。エイムズはその選挙が有権者に対する選挙妨害と疑瞞に満ちていると考えたので連邦議会の干渉を要請した。衆議会は1876年に招集され、エイムズ知事と衆全体の役職者に対する弾劾文書を作成した。 エイムズは議会が自分に対する弾劾文書を取り下げることに合意した、数が後に知事職を辞任した。エイムズは辞職した後で短期間ミネソタ州ノースフィールドに移り、そこで父や兄弟のやっていた小麦製粉業に合流した。そこに住んでいる間の1876年、ジェシー・ジェイムズとその元南軍ゲリラの一党が、 町の銀行に押し入ったが失敗した。その銀行にはエイムズ家が投資していることが強盗の大きな理由だった。エイムズはその後ニューヨーク市に移り、さらにマサチューセッツ州ローウェルで政府運業や他の事業の役員となった。1898年、エイムズは志願兵の順庄に指名されて、米西戦争のキューバで戦った。その後数年経って、 ローウェルでの事業から引退した。その親もめ生活から書簡が集められて、19世紀の年代記が1957年に死後出版され、娘のブランチ・エイムズ・エイムズ、彼女は別のエイムズ家の者と結婚したは、電気、アルバート・エイムズを964年に出版した。エイムズは、フロリダ州オーモンドビーチで友人のジョン・ロック・ェラーの敷地に隣り合わせにあった冬の家で、 1933年に97歳で死んだ。その死の時に少なくとも南北戦争に従軍した最後の将軍になっていた。息子のアデルバート・エームズ・ジュニアは巧妙な科学者となり、娘のブランチ・エームズ・エームズは著名な、婦人参政論者、発明家、芸術家及び著作家になった。ブランチは父の伝記を表した。彼女が設計して建てた邸宅は現在、 マサチューセッツ州のボーダーランド州立公園の一部となっている。彦にはジャーナリストのジョージ・プリントンがいる。エイムズはローウェルのヒルドレス墓地にある義母の家族墓所に埋葬されている。19世紀最大の貨物船のスクーナー、ガバナー・エイムズ号はエイムズにちなんで名付けられた。ジョン・ F ・ケネディはジョージ・プリントンを通じて間接的にエイムズ将軍の電気全文に関与した。 勇気の側面の中でケネディは、エイムズのミシシッピ統治に関する短期間だが、衝撃的な姿を乱すためにジムクロウ法時代の歴史の文章に頼った。エイムズの娘のブランチは、マサチューセッツ州で厄介な人物であり、その叙述について苦情を述べた手紙を、当時のケネディ上院議員にそうつけ、ケネディがホワイトハウスに入ってからも攻撃を続けた。ケネディ大統領は、 友人のプリントンを通じてその祖母であるブランチに彼女が国の事業を妨害していると伝えさせた。ブランチの回答はその父についての著書を書くことだった。勇気の側面が出版されてからの時代に歴史観が変わり、ミシシッピ州の政治家として a m ズの役割はより好意的に見られるように言っている。ジェフリー・シャーラの小説、神と将軍を本案した同盟映画の中では、 マット・レッチャーがエイムズを演じている。ニュート・ギングリッチとウィリアム・フォース・チェン教著のもう一つの、歴史小説、ゲティスバーグにもエイムズは登場している。またニコラス・レーマンの歴史作品、レデ,デンプション、食材でも、中心人物である。階級と組織、注意、第5アメリカ砲兵隊。場所と、日付、バージニア州ブルラン。 1861年7月21日、入隊メイン州ロックランド、出生地メイン州イーストトーマストン、発行日1894年6月22日、表彰。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。